と2時間ぐらい乗ってて、その状態で2時間痛い。入れる入れる入れる。うわ、たまんねえ。どうだった？ちょっと、え、言葉いります？もう、え、ちょ、もう一回いいっすか？いやいや、もう一回、もう一回。さっき、動いてる、車が動いてる。車が、なるほど、なるほど。3億円。いや、そりゃこんな顔するよ。いや、こんな顔で収まってんのが信じられない。3億円。どうも、車のチャンネルです。なんでセットしたの？大丈夫か？回る前にスマッシュ。席をね、指導が入りました。ということで、はい、ございますけども、今日は、小平市にあります、ブリヂストントゥデイ、はい、こちらにね、お邪魔してきましたね。これがすごい。そう、いろんなものがあるんで、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは、行きましょう。 VTR 発信。ということで、ブリヂストントゥデイ、来ちゃいましたね。いやー、来た来た。そして、このモータースポーツのコーナーに、こちら、もうね、ブリヂストンとモータースポーツも切っても切れないもんね。いや、そうですよ。もう、イコールみたいなところありますもんね。ありきでモータースポーツが成り立ってる。そう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 。ブリヂストンをどう任すかみたいなね、ありましたよね。で、いろいろ見れるということで、ちょっとペイさん、解説よろしくお願いします。ちょっと今日も、じゃあ、いきますか。いきましょう。いろいろあるんで、よし、行きましょう。あ、よく見るよね。おお、いい表彰台。表彰台だ。ポディウム。あ、そう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 。あ、これ待って。嘘嘘嘘。もう一位。一位。ああ、じゃあ。でてれ。こういう感じ。シャンパンファイト。シャンパン。いやー、いいね。あの奥のチームのにこうやってる感じ。奥のチーム。何これやりとりこれ。いやいや。すいません。これ実際ちょっと結構重いから、あの本当楽しめる。うん。まあそのモータースポーツの歴史と、まあ、市販のタイヤがまあこうやってあって、まあスポーティー系はポテンザってね、有名でしょ。ポテンザ。まあこれだとなんだろう、 F2 とかの頃かな。ですかね。すげえ。こんな古くから続いてるんですね。ポテンザ。ポテンザ。すげえ。これとかあれだよね。多分。富士とかだよね。ですね。このバンクは富士じゃないですか。うん、今はなき。今はなき。使用されていない。ね、で、まあ本当すごい上昇だったね。89年に発売された3人の GTR、グループ A のね。これ星野さん、星野和義が。しびれ一瞬笑点メンバーに見えた。一瞬これね。一瞬笑点メンバーに。全然違うけど。悔しいけど分からなくもない。じゃあこっち、こっち、はい、わあ、これがほら、まさにまさにツルツルですね。ちょっとね、持ってみて、持ってみて。あ、いいんですか。持てるんですか。持てるらしいです。あ、僕は持ってる。あ、こんな軽いの。え、軽いんですか。いや、でも本当はそんな持てないからね、普通の。うん、そうだよね。そう、タイヤって重たいもんね。ホイールも込みだからね。いや、軽っ。あ、軽い。そんなに言うならちょっと持つ。いや、すげえ、本当に軽かった。しかもでかいし、びっくりした。このサイズでね、すげえ。F1 のね、タイヤですから、このマーカーが。なんでツルツルかっていうと、はい、舗装した路面で走る、はい、まあ、今これね、映像出てるけど、そういう時に、まあ、あの溝はあくまでも水を、雨の日とかに、はい、こう水をね、排水するっていうんだけど、そのために必要で、舗装がかつね、乾いてたら、はい、もうこうやってツルツルでも、あんまブレーキとか関係ないってことですよね。まあ、そういうことでもない。なんじゃその質問。で、ちょっとこっち行こう。はい、いや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 、来ましたか、これ。これはね、96年にブリヂストンが F1 を参戦する前に、はい、あのテストを繰り返して、テストか。いや、見てたな、テストか、雑誌で見てましたわ。で、車体はフランスのリジェっていうチームから買って、95年型の車種を買って、で、エンジンは、あの日本の無限ね、無限ね、はい、が、まあ、提供して、で、これでテストを見せました。いやー、すごいわ。まあ、これ本物だよね。ですよね。ちゃ
ね、95年にレース走ってたんですよね。貴重ですね。これリジェのまだこうねシートこうなる前、ね、そうだね。このシートで、でこれがそのもうあの賞を勝った勝ったレースの記念のバッジだよね。あ、97年に参戦して97年は表彰台に上がったりポイントは取れたんだけど、まあ優勝はできなかった。で98年からも優勝できる。めちゃくちゃ強いじゃないですか。まあね、ずっとすごいですね。すごいな。いやもうこれがね F1 マシンなわけですからね、うん、本当にねすごいリジェだな。あのハイノーズとかリジェだな。押さえとこ今のね、はい、F1 とかよりもウィングとかもシンプルで、ね、シンプルですよね。このグニャ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 ってなってますし、横にもブーンってついてるけども、ほんとシンプルで、これでタイヤをテストしてた。もうテスト専用のマシン。そうですよね、まあ、これがなるほど。ポテンザ上級クラスの名前ポテンザで、続いてこれがね、うわうわ2017年インディ500チャンピオン、うん、これ佐藤多分さすがの僕でも知ってます。知ってる。分かる。これどれだけとんでもないこと。世界三大レースというのがあって、うん、このインディ500、うん、あと F1 のモナコグランプリ、モナコグランプリ、うんうん、あとルマン24時間耐久レース。ああ、競技は違うけどその三大レースって言われてる。そうそうそう、これがある、うん、この三大レースの中の一つを、でしかもインディ500の中でもインディアナポリスで優勝するっていう、まあインディ500がインディアナポリスっていうところで行われるんだけど、うんうん、それで優勝するのってこれ なんだろうな、うん、何ヒーロー。いやもう本当ヒーローどころじゃないって相当すごい。スポーツの規模としてまあ、アメリカだとスーパーボールとかあるでしょ、うん、あと、野球のメジャーリーグのワールドシリーズとか、うん、であとインディ500とか、うん、まあ、これはもうほぼ同じぐらいの、ね、人気を、そのレベルだから、その年に勝った人たち、勝ったドライバーはもう1年間ずっと崇められるというか、ずっと。ちなみにね、賞金が1位になったらそれだけでも約3億円。いや、それはこんな顔するよ。そうね。いや、こんな顔で収まってんのが信じられない。3億円の顔じゃないよ。もっと喜んでいいよ。シャーって感じね。いや、でも本当すごかったですもんね。優勝したっていうか、もうあの全員この顔になってた。本当なってましたね。全員この顔、その、もうもちろんそのメカニックの方もそうだし、スタッフの方もみんなそうだし、監督もそうだし、ファンもみんなこれ。本当に。マジで。同じ顔になる。同じ顔になった。で、もっと。で、しかも朝5時ぐらいだったんだけど、朝6時ぐらいだったの。生で見てた。生で見てたんで、フィニッシュした時は。もうそのままもう仕事場へ。このテンションを眠らせたくない。そう、このまま置きっぱでこの顔で仕事行った。この顔でずっと仕事で、インディは優勝したら大体シャンパンファイトとかね、F1 とかだけど、インディはミルクを飲むの。あ、そうなんですね。ミルクを飲むのがこの定番で、伝統で。俺もミルクを飲んだ。ミルクをかけはしない。かけたりもする。気を飲むけど、うん、かけたりする、そう。いや、とんでもない。だからこれ、これが、はい、本当にその2017年優勝した時のタイヤ。へぇ、すごいな。なんで偏ってるんですか、イボイボが。うわ、いい質問でしたね。めちゃくちゃいい質問でし初めてかもね、うん、このチャンネル始まって僕はいい質問した。さっきもね、社内であの、うん、レバーは覚えましたよって言ってるような人間が今、いい質問しましたね。コペイさん、これどういうことですか。あのね、インディって基本的にはこうなんだろう、楕円の形したコースをこうぐる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 、あ、左回りか、左回りでぐる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 回る。でそれとあと普通の F1 と同じようなコース両方、まあ、あの使って、まあ、レースを行うんだけど、このインディ500はその楕円のコースね、を左回りなので、どうしても右側に遠心力で、ね、力がかかる。なるほど。なので、この、まあ、これ多分これが外側だから右側に、ね、うん、かかる。なるほど。そういうことなんだ。これがね、本当実際のコースだけど、ほらここレンガ。これね、レンガ。レンガの。これね、あの建物がちょっとなんかお城っぽいでしょ。ああ、おしゃれ。そう。で、
これあのなんでレンガかっていうと、もともとここにレンガがずっと全部敷き詰めたんですよ、昔、100年とか前に、でその後に今のこの舗装に変えられたんだけど、このスタートゴールのところだけはレンガをあえて残してる、だからブリックヤードっていう名前がついてる、ね、そうインディアナポリスといったらこれですよ ね、 このレンガのね、レンガで、これが本そのマシーン、ね、実際に佐藤拓磨が乗ってた、乗ってたんだ、これ見てよ、さっきの F1 とちょっと似てるでしょ、そう、ね、似てますね、このインディーカーっていうんだけど、結構こう独特なね、違いがあって、例えばあの前後のウイングとかはすごいちっちゃい、それはもう最高速をね、なるべく稼ぐっていう目的があって、そうだよね、ほぼね、だいたいまあ400キロぐらい、そうだね、予選で380から400ぐらい出して、ぐらい実際レース中は360キロとかで、ちょっとしかもちょっとあまりにも好きっていう熱を伝えましたらですね、乗ってもいいと、おそんなことある、3人乗るの、まず一回ちょっと僕この熱冷めやらぬ、結局入るかどうか、いや本当ね心配なんですよ、ちょ本当いいの、ちょっと待って、いいですか、またいで、ステアリング外す、あ大丈夫そうです、いける、はい、乗り方を教えてください。うわ、そんな感じですか。本当はこれステアリングパッて外して、すげえ、おい、さすが沈んだ。おで、本当はこうね乗ってきましたね、こうね。おお。うわ、すげえ。いいですか。ついに足通していいですか。うわ、すま。あ、こんな感じ。おお。おお。あ、おお。何時までしたっけ、あと2時間ぐらい乗ってていいですか。その状態で2時間痛いんです、入れる、うわたまんねえ、どうだった、ちょっと、言葉いります。こもう、もう一回いいですか、いやさっきもだいぶ乗ってたでしょ。いやすごい、本当にこのフォーミュラーカーというか、もうこのこういう、まあ、インディもそうですけど、目線の低さを改めてね、で、ものすごい中のもう走るためだけのっていう感じがね、乗ってて分かるし、いやすごい、でなんか変に一体感あるし、車との、いやたまんない、やってみる、いやぜひ本当に車好きとしては経験したいというか、いやいやいや、ね、大丈夫、いやお察しな感じですけど、ちょっとこのねちょっと太い感じとか大丈夫、歩く揚げ鳥がいや歩く揚げ鳥、揚げ鳥、じゃあちょっと気をつけ、トニーカナンより太い、確かにトニーカナンより太い、トニーカナン、太い方もいるんですか、太い方、あ、太くはない、まあ、実際見ると危ない危ない、大丈夫、いやもう動いてる、大丈夫、車が動いてる、車が動いてる、壊したら使い取りながら、なるほどなるほど、いやいや、あ、横ってお風呂じゃねえんだから、そんな入ってる、あ、なんとか、あ、で、正解は、正解、そこね、それ両方こうですね、脇上げて、行けるか、なんか健康センターにこういうおじいさん、こういうことですか、うわ、痛い、痛い、すげえ、あ、全然太くても大丈夫です、いや、別に乗車しやすいとかの話、すごい、低っ、本当に冗談じゃないぐらい低いです、アイポイントが、で、あの、本当にさっきも言ってましたけど、ホールド感がとてつもないんで、タイヤのグリップ感とか掴みやすいんだろうなっていう感じが分かります、一、まあ、回入っちゃったら全然大丈夫そう、ね、意外となんだろうな、この一人用のお風呂ぐらいの、あそこね、このバケットっていうか、この入り口のここのシートが、それこそ多分外して入ったりしますね、そうですね、この横の部分、ヘッドレストというか、まあ、もちろんなんですけど、足はもうかなり伸ばせてるんで、そこら辺の窮屈さは感じないです、なるほど、これちょっと待って出れねえ、出れないっていう、しかもね、3時間走るからね、3時間ですからね、なんか気をつけて、気をつけて、甘酢がけが上がってきて、甘酢がけが上がってきて、あー、腰やってるわ、最後、ここは踏まない、絶対に踏まない、気をつけて、気をつけて、気をつけて、ちょっとミラ中丸君、手貸してあげて、いや、手貸したくなるんです、なんでちょっと貸してあげなさい、ごめんなさい
タイヤをちょっとステアリングをね。おお出た。はい。よかった。最後こっちいいですか、こっち、はい、あ、はいはい、このテンション上がったままの ね、これあの、はい、ブリヂストンがレースで、ね、はい、勝った時も、まあ、記念してね、こうやって保管してるんだけど、うん、見てよ、はい、真ん中ちょっと、あ、来ました、カエルシューマッハさんじゃないですか。我が死の、そう、ゴミ君が好きすぎてね、我々のコンビ名拝借させていただいたシューマッハですわ、うん、これね、ミヒャエルっていう人もいればマイケルっていう人もいるんですよね、やっぱ国によって読み方ですね。シューマッハーね、わー、でほら見て、これ注目してもらいたいのが、これ今ささっきスリックタイヤ、そのツルツルのタイヤじゃん、うんうん、で溝あるじゃん、溝あるね、うん、のこれだとスピード出ないじゃん、これが その通りよ、うん、おー、大丈夫、ちょっとね、スピードが速くなりすぎちゃったので、ね、ちょっと抑えようと、そうです、だからちょっとブリヂストンさんの性能が良すぎて、うん、ちょグリップしすぎるから、うん、危ねえってなって、あちょっと溝入れようってなって、あ、それこのままいくと危ねえってなって、速すぎて、すぎてそう、だから ある意味ちょっとなんていうんですか、勲章じゃないけど、うん、そういうことなんですね。そう俺知らなかったです。うわ、早い早い早いってなって、今ねまたあのスリックに戻った、ね。スリックに戻った。戻って、あ、こういう歴史がある。一時期まあこうやってね溝をつけて、それでも勉強になるチャンネル。それでも早かったけどね、やっぱりダントツで。ね、よかったね、こう今日は。いやたまんない、そう、いや、ちょっとだからもうちょっと、ね、いや、まあまあ、ほんとそういう気持ちでしょ、ゴミ君からしたら、いや、ほんとありがたい、いや、すごいな、いや、よかったね、すごいよかった、うん、すげえよかった、よかったね、楽しかった、たまらん、乗れたしね、乗れましたね、いやね、ちょっとあんな貴重な体験できると思わなかったですね、インディーカーに乗車する、しかもあれ佐藤拓磨選手が優勝した時の車体をのレプリカですから、すごいよな、すごくない、ね、なんで俺乗らなかったんだろうって俺乗り忘れたのと思って、いや、あれもったいないよ、あれ本当だよ、もう今になってすごい後悔してる、だから乗りたかった、まあ一人で行ってくればもういや、まあそんぐらいしたよ、俺も一人で行ってきてね、ということで素晴らしかったんじゃないでしょうかね、うん、ぜひブリヂストンとで行きたいよという方は、うん、高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、概要欄から、関連動画も見られるのでチェックしてください、 SNS のフォローもお願いいたします、はい、ということでまたご覧ください、バイバイ、バイバイ。